おはようございます。本当に A7-3 で また真っ暗な部屋からちょっと遊んでますけど、今、ISO 32000。はい。超真っ暗ですけど、この部屋。少し薄明かりが入ってくる。めっちゃ、すごいな。こんな暗くても、アイオートフォーカス、バッチリですね。はい。今日は久々に Vlog をしていこうと思います。このカメラでね。おはようございます。おはようございます。今日は初めて A7S3 でちょっと Vlog 撮ってる。だってこっち。みんないい感じに育ってます。あ、唐辛子が元気そう。やっぱり土変えたらね、変わりますね。新しく生えたモンステラもいい感じ。そしてユーカリでも相変わらずめっちゃ成長中。すごいな。だいぶ横に枝が広がらないのがちょっと気になりますけど、多肉たちもいい感じに成長しております。今 S-Log3 でちょっと初めて撮影してみてます。どうですかね、色の編集しやすいかな。ダイナミックレンジとかね、どうでしょう。今ジブラが結構見えてるんですけど、設定したのよりどうかな。一応ちょっとこれでやってみます。いただきます。はい、今から、前回行けなかったドローンをね、ちゃんと治ったかっていうのをまた検証しに 飛ばしに行ってきます。赤いランプがついてたので、ちょっと区域外だと思ったんですけど、区域外じゃなかったみたいなので、ちゃんと区域外だというところで、はい、ちょっともうちょっと離れたところに行って飛ばしてみたいと思います。めっちゃ学校。しかも影ある。え？何？結局？ピー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 ってなんだろう。ここのライトが赤で、ずっと赤いままだったから、それがちょっと気になって、ファームウェアスライドしてアップデートしてください。リモコンのファームウェアとこっちのファームウェアがなんか一致してないっていうことだったので、今ダウンロード中。前回めっちゃ時間かかったからな、これ。99%。終わったかな。完了しました。ランプが緑になってる。
した時についてたこのバッテリーをちょっと入れて、はい、実験してみようと思います。これがねちゃんと動けばいいけど、もう一応ちゃんと飛んでるな。あのバッテリーも大丈夫そう。すごいブレーキ。はい、ということで、ドローンはもう完全復活といっていいんじゃないでしょうか。うん、よかった。はい、水没からのね、自分でちょっと解剖して中のお掃除をして、飛ばしてみたら飛べたっていう。メーカー保証も切れて、DJI の何でしたっけ、壊れても新しいのと取り替えてくれるよみたいな、なんかそのケアももう3年でやってたんですけど切れたので、じゃ修理出すのも結構お金がかかるっていうのは聞いたので、だったら新しいドローンに買い替えた方がいいのかとも思ったんですけど、一度解体してみてやってみてダメだったらまたなんか考えたらいいかなと思ったので、まあやってみるものだと思いました。はい、完全に多分治ってるので、ということで、また明日も Vlog 更新しますので、よかったらいいね評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた明日。